え、スマホがウイルスに感染してもうた。山田くんじゃん、やっほー。めっちゃ普通おらやんけ。違うよ、僕は凶悪ウイルスでーす。あ、何言ってんの。だからアプリをアンインストールしちゃいます。おい、バカやめろ。おでででででで、じゃあ壊れたやんけ。どうやったらこいつ消せるんや。無理でーす、僕は消せません。黙れ。そうや、電源消そう。もう山田くん、電源消しても無駄だよ。勝手についた。もう怒った。勝手に写真見ちゃおう。あれれ、山田くん、この秘密ってホルダー何かな。おい、絶対見るなよ。やめー、見ちゃいます。あれ、ほらこちゃんからメッセージ来たよ。え、なになに。日曜日時間ある？だって僕が代わりに返信しておいてあげるね。頼む、やめてくれ。ほらこちゃん、ほれ、ほらこちゃんのことが。こうなったらウイルスソフトを入れて。ん、何この音。うわぁ、怒られる。ごめんなさい。助かった。問題だ。日本で一番面積が広い都道府県はどこだ。もちろん海鮮が美味しくて雪がたくさん降るあそこですね。なんでそんな抽象的なんだよ。そこは北海道でいいでしょう。いいぞ、ヨヨラ、正解だ。いや、正解にするんかい。なんであの回答で正解になるんや。それじゃあ次の問題だ。日本で一番南の位置にある都道府県はどこだ。俺でもわかるぜ。海に面してて暖かいあそこだろ。抽象的すぎる。ほとんどの都道府県が海に面してるわ。それに南側の県だったら大抵暖かいから、どう考えても沖縄県でしょう。正解だ。我々はよく勉強しているな。だからなんで正解なんだよ。次の問題は簡単だぞ。東京の県県庁所在地はどこだ。フツオラ。俺はわかる。さすがにフツオラくんでも絶対にわかる。さすがに僕だってわかるよ。そうだ、もっと言ってやれ。秋葉原。秋葉原。信じた僕はバカだった。惜しいな。確かに秋葉原は有名だが、東京の県庁所在地は東京だ。最後に問題だ。山田に答えてもらおうか。ちょっと難しいぞ。日本で高い山。どこが難しいんだよ。富士山でしょ。日本で高い山で5番目なのはどこだ。急に難しくない。ちょっと難しかったかな。わかるやついるか。僕わかるよ。槍ヶ岳でしょ。正解だ。よく勉強してるな。なんでそれは知ってるんや。お、見てみろよ。棒にあって書いてある。当たりやん。もうアイス一本もらえるで。当たりじゃなくてアザラシって書いてある。あ、アザラシ。まあとりあえずもらってくるぜ。本当にアザラシもらえたぜ。なんでアザラシがもらえんねん。まあ可愛いけど。いいなワローラ、僕もアザラシさん欲しい。私のも見てください。アイスって書いてあります。やったやん。これでもう一本食べれるやん。あれ、アイスかける100って書いてあります。本当にアイス100本もらっちゃいました。いや、食べ放題やん。ねえ見て見て、僕の握手って書いてあるよ。なぜかオラコちゃんが当たったよ。おめでとう。はい、握手。それじゃあね、バイバーイ。なんでオラコちゃん出てきたんや。よし、あ、僕もあって見えたぞ。握手来い、握手。あ、やった、握手や。オラコちゃん、なんでやねん。テストの点数で勝負だ。せーの、32点。僕の負けだ。山田くんになら勝てると思ったのに。結構バカにされたよな僕。待って、ここ正解なのに罰になってるよ。先生、ここ正解がザビエルで、僕ペリーって書いて不正解なんだ。それがどうした。不正解だろ。船に乗って日本に来たんだからほぼ一緒じゃん。いや、そんなわけあるかい。そうだな、一緒だ。正解にしよう。先生どうした。ここも答えが8なんだけど9って書いたんだ。四捨五入したら10だよ。正解だよね。すまない、そら。いいぞ先生、ビシッと言ってやれ。正解だ。判定ガバガバか。それとそれと、アップルとバナナは同じ果物だし、10キロも1000キロもどっちも遠いでしょう。どれも正解だな。そら、点数を直してっと100点だな。なんでやねん。やったー山田くん、僕の勝ち。あ、僕もここ間違えてるやん。先生、この漢字点を書き忘れて罰なんですけど、点なんてなくても一緒なんで正解ですよね。ってことは100点ですよね。何言ってるんだ。ダメに決まってるだろ。そうだよ山田くん、点はさすがに。なんでこれはダメやねん。学校に猫を連れてきたのは誰だ。僕でーす。けど連れてきたんじゃありません、ついてきたんです。その割にはしっかり抱っこしとるな。学校の校庭に魔法陣を描いたやつは誰だ。私です。4日の満月はその日しかなかったんです。何を召喚したんや。野球場をボコボコにしたやつは誰だ。おふくろだ。つまみ食いしたら許してくれねえんだよ。ママ強すぎやろ。運動場にめちゃめちゃ花を植えたやついるだろ、誰だ。そう、それは僕です。すいません。オラコちゃんがこの花壇寂しいって言ってたもんね。うっさいわ。理科室の骨格標本をバラバラにしたやつは誰だ。スパーリングの相手になってもらったんだが、全く不甲斐ない奴らだぜ。か弱い人間をサンドバックすな。校長先生のズラを隠したのは誰だ。先生が言ったんですよ、嘘をついちゃダメって。それは嘘やない、秘密や。最後、2階の校舎の窓が割れていた。割れる前にバットを持ったワルオラが目撃されていたが、ワルオラ、お前なのか。俺じゃねえよ。え？
今日は席替えをするぞ。くじで決める。待ちに待った席替えの日。オラコちゃんの隣がいいな。あ、オラコちゃん席どこだった？窓側の席だったよ。ってことはオラコちゃんの隣は一つだけ。残ってるくじの枚数は4枚。普通オラ、良いオラ、悪オラ、僕だけだ。4分の1の確率でオラコちゃんの隣に座れる。悪オラ席どこだった？後ろの席だったぜ。これで昼寝し放題だ。普通にダメやろ。先生に怒られるよ。良いオラはどうやった？一番前の席です。これでやっとメガネを外せます。外したかったの？はい。このメガネを外すと本当の戦闘力を出せるんですよ。また変なこと言っとるわ。戦闘力が上がってどないすんねん。普通オラは？僕はオラコちゃんの隣だったよ。え、嘘。どうしよう。普通オラに席取られてしまった。でも僕も後ろがいいから先生に言って代わってもらったんだ。え、マジ？よかった。ってことは残りのくじは絶対にオラコちゃんの隣やん。やったぞ。え、当たり？なんだこれ。よし、これで席替え終了だ。今学期はこれで行くぞ。なんで先生がオラコちゃんの隣に座っとんねん。こっくりさん、こっくりさん、今晩のおかずは何？何？から、あ、げ、から揚げだって。やったー、から揚げ僕大好き、楽しみだな。次、ヨヨラいいよ。お母さんにプレゼントしたら喜ぶものは何ですか？また動き出したやん。か、ら、あ、え、またから揚げ？わかりました、から揚げですね。次は俺だな。俺の好きなものを当ててみろ。はいはい、わかっとるよ。から、あ、げ、ほらやっぱり。おお、当たってるぜ。じゃあ次は僕ね。そのオラコちゃんの好きな人は？あ、動き出した。なになに、や、ま、ん、山田くん、めっちゃ指に力入れてないですか？そんなことないよ。うん、もう明らかにふんって力入れてるじゃないですか。お、谷行きそうだぞ。これは山田か？あれ、山本？オラコちゃん、山本くんが好きなんだ。いや、いや、山本！俺と勝負しろ！ところで、山本くんって誰ですか？いました？そんな人。知らないな。いないと思うよ。あれ、あれ僕に手を振ってるっぽいな。でも知らん人や。僕が覚えてないだけ？うわ、どうしよう。まあ、とりあえず手を振っとくか。ははは、久しぶり！うわ、僕じゃなかった。やっちまったよ。恥ずかしい。あはは、お久しぶりです。あ、この声はヨヨラ？しまった、ヨヨラに手を振ってたんか。絶対ヨヨラ今の見てたやろ。明日学校でいじられる。山田くん、昨日間違えて手を振っていたでしょう。見てましたよ。うわ、それだけはなんとか回避しないと。あれ、前を歩いてるのは山田くんですか？手を振ってますが、お友達ですかね？で、こっちに来る？でも知らない人です。私が覚えてないだけ。どうしましょう。とりあえず手を振りますか。あははは、お久しぶりです。僕はヨヨラに手を振ってたんやで。もちろん分かってましたよ。背中越しに手を振るの山田くんの癖ですからね。そうそうそうなんよ。さすがヨヨラ分かってるやん。山田、通知表だ。ありがとうございます。成績どうやったかな？何この通知表。どうしたの山田くん。いや、なんかこの通知表100段階まであるんやけど。そうだよ、うちの学校は100段階評価だよ。前の学校は違ったの？普通5段階やろ。なんや、しかも国語60って低いんか高いんかわからんわ。それに英語は1ってめっちゃ悲しいわ。100分の1だよ山田くん、すごいね。絶対バカにしてるやろ。そんなことないよ、僕も一緒だし。一緒なんかい。何これ、先生からのコメントって欄がある。何何。山田、今学期積極的に授業に参加して偉い。めっちゃ先生僕のこと見てくれてるやん。嬉しいな。隣の子に教科書を貸そうとしたけど、実は教科書を持ってきてて気まずい雰囲気になったことを先生は見ているぞ。いや、怖いわ。どこ見てんねん。他にも授業中寝言でお母さんって言ったことは内緒にしておく。もう書いてるかな。これ帰ったらお母さんに見せるねん。恥ずかしいわ。ママ、ご飯まだって言ってたよね。ローラもいじるな。もう忘れてくれ。なんやこの通知表、おかしいやろ。よく見たらまだ次のページあるし。ってどんだけ分厚いねん。ヘイ、クーグル、市役所までの道を教えて。はい、市役所への案内を開始します。なんか普通オラ君の声に似てるけど。次は右でーす。あ、ごめん、左だった、間違えちゃった。なんでナビが間違えるね。ちゃんとしてくれよ。このまままっすぐ進んで。なんか森に来たんやけど、本当に合ってる？もちろん、僕は案内アプリだよ。あれ、おいおいおい、大丈夫かよ。大丈夫、そのまままっすぐ行ってみよう。やっと駅まで来れた。お疲れー、あとちょっとだよ、頑張って。お前のせいやわ。あ、あっちのケーキ屋さん僕大好き。ねえ山田くん、お腹減っちゃった、買ってきてよ。なんでお腹減るねん。市役所早く教えて。市役所？あ、ごめん、通り過ぎちゃった。ちょっと戻って右に曲がって。でケーキの紹介なんてしてないで、早くちゃんと案内しろよ。おい、本当にこっちなの？住宅街やん。もう山田くんはせっかちだな。もうちょっとだよ。あ、分かった分かった、目的地周辺です。案内を終了します。あれ、この辺って。あ、山田くん来た来た、待ってたよ。なんで不当ランチに案内してんねん。だってそのアプリ、僕ん家への案内専用だよ。なんやそのアプリは。それでケーキ買ってきてくれた？買うわけあるか。